ハッピーライフチャンネル始めたいと思います。千秋です。ゆうひです。横ちんです。はい、今回は、3人の手持ちサバを紹介したいと思います。意外にね、他の2人とかの手持ちのサバン、サーバントとかをね、あんまり見たことがないので。ないね、俺も、うん、今どういう状況でこんな持ってるのかなっていうのをね、ちょっと紹介できたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速私千秋が、見せていきたいと思います。はい、画面に映ってる、もう画面に映ってる状態だけどね。まあでも、まあ、自分まだ始めて日が浅い、まあ、2年も経ってないかな。うん、にしては持ってるよな。1年半ぐらいか、うん、なんですけど、まあそこそこ課金もねしましたよ。しつつだよ、ね、そこそこがカレンだけだよねあんなにやったのは、ね、でもね、あんだけ彼らやったのは初めて。あんなにやったのは他はそこでもそうでもないかな。なるほどね、うんうん、じゃあ見ていこうか、うんうん、上があれかな、ほとんど聖杯入れてるやつになってる。そうそうそう、レベル順にしたからさうん、うんうん、なるほどね、うん、そうですね。でもなんか、まあ、一応要所要所 のキャスターとかさ、あの人たちがね抑えたからさ。ああ、要はその人権のサポーターと言われる、そう、マーリン、スカーリー、うん、キャストリア、まあそれ全部持ってもすごいな、うん、確かにね。孔明はほら、あの配布とか選んでさ、こう一体無料、ね、そう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 、それでもらってみたいな。なるほどね。じゃあほぼもうサポートは揃ってる感じ。そう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 。でカーマちゃんとこれはね、福袋か、そう2体、そう2枚にしたね、あの、そう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 、アサシ持ってないっつったら2体とも、そうそうそう、うん、で、まああとあれか、まあ金の時は前の動画でも話したし、うんうん、あとあれだ、シコティンだ。チンさんはね、はあ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 、チンさんは去年のお正月の時のピックアップできた時に指触れ回したら出た、うん、また去年だもんね。今年じゃなくて、でもね、意外にね、自分予備筆引けて、うん、チンさん引いたでしょ、うん、あとこれも引いた、アストフォー、セイバー、セイバーアストフォー、アストフォーか、これも予備筆引いた。なるほどね。どうだ見たか、イエーイ、うん、そう。でこれもエウルペもあれだよね、引いたよね。そうそう、エウルペね、そう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 、結構引いてんな。そう、意外に、ね、そう、引けるの怖いなで、過激用もこの前ね、あ、そうだね、過激用、あ、ゆうきさん過激用持ってるんですか。いや、私持ってないっすけど。いや、俺も持ってないですよ。あ、ユウたち持ってない腹立つわ、これも。お持ちではないか。そうか。あーし、これは自慢できるな。あー、なるほどね。イライラだな、これ、うん、イライラのイラだよ、うん。あ、で、まあ、その流れで行くんだと、俺、この水着のキアラさんを持ってないから。あ、お持ちではない。え、俺、水着キアラさん、うん、持ってないわ。あ、ユウさんもお持ちではない。あー、じゃあよかった。まあ、ちなみに俺あれなんだけど、そのめっちゃ爆死したからね、あの水木屋さん。あ、去年の夏。そう。はあ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 。そう。そう。でこの BB はあの福袋ですね。水木 BB ちゃんは、うん、福袋で、あ、まあ、これあの、まあ、始める前にね、時にまあ引きました。いや、まあそんな感じだね。星5はもう。星5はね、そう、揃ってるよね。揃ってるね。うん。あと星4とか。星4ね、下の方行きますね。うん、星4もね、ほら。ね、あのだいぶキャラクターが、お、いいんじゃん、ラーマくん、何ラーマバカにしてんの。ラーマ強いんだよ。え、実際どうなの、使ってみて。ラーマあんま使ってないんだよね。でもね、星4ほんと使うキャラも限られちゃうかな。いっぱいいるんだよ、うん、いいキャラいっぱいいるんだけど、なんか星5の方をねちょっと使っちゃうんだよね、自分は。なるほどね、うん、この中だと誰とかよく使うなみたいなのあるよ、星4を。ね、配布なんだけどね、あ、配布はでも強い子多いからね。ナイチンゲルだっけ。ナイチンゲル、弓のね、あーちゃんのね、そう、強化解除とかあるから。そう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 、だから高難易度とかでたまに連れてくるんだよね。強いよね、確かに。なるほどね、うん、マルタ私はマルタ。そうね、マルタ最近ね、使ってるんですか。使ってないっす。でもね、バーサーカーたちは結構使うかな。あ、確かに。あー、バーサーカーね、うん、バーサーカーのね、全体防具は便利だよね。うん、そう、大体刺さるから。で、やっぱこれは使ってる。アストライア。アストライアは強い。うん、強いよね。ね、強いね、ポジションで。今これも防具4ぐらいなんだよね。だから、そう、火力も伸びるから。
すごいいいかなと思って、あのぶっ飛ばしますわよっていうのがすごい好きお嬢様言葉でぶっ飛ばしますわよはねそう大好きな縦ロールのくせに普段使わなそうな言葉だからねもうぶっ飛ばしますわよってのができるよね、うん、そうまあこんな感じっすね自分は。なるほどね、まあ、あとは普通の手段の星さん。そうそうそう、これは、うん、そうこのみんなねやっぱ引いていけば出てくるので、ね、うん、揃うのかなと思う。なるほどね、うん、でも結構キャラは本当増えたかなと思います。増えた、はい、うん、っていう感じで、千秋はねこれで終わりたいと思います。はい、はい、じゃあ次ね、どっち行きます。じゃあ俺行きましょうか。あ、はい、じゃあゆきさんじゃあお願いいたします。お願いします。はい、では引き続き私ゆうひが、手持ちのマイカルデアをご紹介したいと思います。はい、はい、これあれか、クラスごめんねちょっとあれだな、多いんだってね、うん、あれだよね、あレベル順にしてるからか、うん、そっかそっか、俺そう一番初めにさそのアルトリアが来るからさ、あれって思ったんだけど、そうそうそう、ホーグサス上げた、あ聖杯、聖杯入れたから、ね、うん、ごめんなさい聖杯でしたね、うん、入れてるからこんな感じですね。でも結構聖杯入れてる人たち多いね。とりあえず一クラス一人はいるかなみたいな感じ。ああ、なるほどね。エクストラはちょっとまああるんだけど。うん。イシュタル、エレちゃん、ドレイクさん。ああ、そうそう。で、この水着ネロちゃんとかね。水着ネロちゃんめちゃくちゃ強いよ。めちゃくちゃ強いね。そうなんだ。あ、水着ネロいいな。うん、あれ千秋さん、水着ネロ。お持ちではない。はい。あれ横陳さん、水着ネロはお持ちです。あ、持ってないまあ、この後ね、まあ、僕のやつも見せるんですけど、ね、一応、水着ネロは持ってます。あ、はい、え、水着ネロってガチャ限だよね、期間限定。期間限定、そう。配布ではないよね。そう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 。これ配布ぶっこれです。これ配布だったらぶっこれです。星5だし、ね。そう。引き続いては、まあ、星5になっていくのかな。あ、ビニエマじゃない。そうそう。そう、あ、そうなんだ。ててんっつってね。でち嫁ネロもいるじゃないですか。あれ嫁ネロ、お持ちですか。私はお持ちではない。あ、お持ちではない。え、横陳さん、嫁ネロは私は、嫁ネロは、持ってないです。お持ちでないいいなぁ。優越。優越。でも、これも、あ、なんだっけ。新宿のアーチャーですね。新宿のアーチャーですね。うんうんうん。そう、信者さんは割と早めに、なんだっけ、うん、そう、かなり早めに出た。これあれです、ストーリーだよね。確かストーリー限定だよね。あ、じゃあ、これ期間限定。あ、期間限定？期間限定。そうだっけか。そう、信者さんはね、期間限定です。おー、うん。かっこいいんだよ。そう。レイかっこいいもんね、信者さんもね。そう。かっこいい。やっぱ、ね、うん、星5結構いっぱい持ってるよね。うん、そうだね。そうかな、うん。そうだね、そうだね、ちょうど今映ってるとこは星5だもんね。あ、そこ全部星5か。そうそうそ う, そう、すごいな、そう思うと。一応マーリンでって感じか。サポーターの本当マーリンぐらいなんだよね今。ああ、まあまあ、そのなんていうの、オッキーとかいるけど、うん、そうそう、なんていうか、まあ、星5のっていう感じで、そう、星5のそのなんていうか、その人権サバ的な意味でのサポートはマーリンか、うん、なるほどね、うん、って感じです、ね、普通のキアラさんもいるんだね。あ、普通のキアラはいます。あ、いるんだ。私が広がっていくゾワカ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 、ちょうどこうだったね。そうだね。あ、でも一応さ、さっきあの孔明はあの交換だって言ったじゃないですか、うん、俺はその時にタマモでしたね、うん、でも俺が持ってるの結構持ってるかも。新茶さんとかセミラミス、あとまあそう、今話したティアラさんとかも俺持ってないから、そう、あ、結構ね持ってない。そう、嫁ネレもそうだね、もう持ってないから。あとメルトも俺持ってないんですよ。あ、メルト強いよ。そう、強いっす。ああ、これね、いいです、うん、持ってないんだよね。そう、繋いだ手をね話しちゃったんだよもうやめてそれ、悲しくなっちゃうから。まあ話しちゃったってただ爆笑なんだけどこっちは繋ぎたかったよみたいな。そう、繋いだかった一向に手出してなくて手出してくんないみたいな。そうそう、使ってる。そうで星4に入ってるのかな。そう、星4だと、うん、まあ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 、大体みんな似たような感じだよね、うん。この中で持ってないのとかいますか、逆に。星4は いるいるいる。あ、いるいるいる、俺いる。マッシュ。ガウィンさん。ガウィンさん俺持ってない。持ってない。あ、マッシュです、マッシュ。マッシュポテトさん持ってないです、俺。そうだね、うん。ガウィンさん強いっすよ。あの、日差し、あ、そうだね。フィールドでってるんだけど、ね、まあ結局、自分に日差し状態を付与できる。で、威力が上がるからね。そう、的はかけられるよね。うん。あともう一個言った、水着エレナ持ってねえわ、俺。あ、水着エレナはね俺水着エレナ持ってねえわ、こんなからと。アーツホーグなんで、うん、言うとそんな威力出ないんですけど、味方全体に 20% 配れるんですよ、ね、ああ、そうなんだ。めちゃめちゃいい。だからとりあえず、なんか、カエスコ持たせてるキャラと一緒に出してあげれば、うん、とりあえずもうホーグは打てるかな、みたいな。なるほどね。結構楽ちんです、ね、うん。今映ってんだからそんなもんかな、俺持ってないの、うん。
俺はこの中で結構使ってるのが、クロエ。クロエか、そうそう。クロエと、カゲトラさんは結構使ってるね。ああ。見てよ、あれ。カゲトラさんは配布であって、クロエも配布だった。配布なんだね。うん。だから配布は結構強いんだよね、藤尾ってね。本当に、だから俺、この、金時のライダーもめちゃめちゃ使ってるし、イシュタルライダーもめちゃめちゃ使ってる。うんうん、あ、隣にいる、坂本龍馬もそこそこ使ってます。うん、そうだね。こう見ると、結構配布って、まあ昔からやってれば結構あるんだね。あるある。そして結構強い。そうそうそう。うん、で、まあ、次、殺とか。これもあ、定義式。知ってね。うん。そう。これも。殺式って言われるやつですね。朝日の。配布。へぇ、そうそうそう、配布。これグレイでしょ、うん、グレイ。これも配布だね。そう。配布多いね、ほんとね。多い。星4には結構いっぱいいるね。そう、いっぱいいる。そうそうそう、もう一人、チャチャも配布バーサーカーだった。そう、 NP が単語とチャージがついてるんで、うん、結構楽ちんです、うん、でエクストラクラス行って下は持ってないんですよ、ケツね俺。ああそうそう、突然今突然星も出てきてる、ね、レベル順だから、そうそうそう、まだそんなに育ってきてないんで、そう、なるほどね、まだまだですね、うん、あでもやっぱそっか、でもあと星3、星2、星1って感じが続いていく感じですね。なるほど、なるほど。でもやっぱ持ってないのってやっぱ出てくるね。お互い見るとこう、意外と被ってないんだなって思った。そうそう。話聞いたら。まあ、それだけキャラクターも結構いるね。まあ、めちゃめちゃいるからね、うん。それぞれの個性がめちゃめちゃあるから、うん、面白いですよね。そうですね。はい。はい、じゃあ私、夕日のカルデラはこんな感じでした。はい、引き続き、横陣さんが。じゃあ、俺の、見せます。はい。い全部見せます。よろしくお願いします。はい、じゃあ僕のカルデアを、はい。なんでさあどうぞな感じなんだから見させてもらおうじゃないか。まあ上にあるのは聖杯入れてるやつだね。武蔵ちゃんがいるよ、セイバー武蔵ちゃんかわいい。そうだね、一応上にあるやつは全部聖杯入れてるやつで、まあそこからクラス順になっていくの、みんなと一緒かな。出た上品だよ、いるよ上品ね。あれ上品持ってないです、持ってないです。すごいね。言えって感じで、ジャネーセを聖杯入れてるのは、まあそこら辺。そう。とか言って。そう、まあジャンノールとは俺好きなんで、星4も別に入れちゃったから。ああ、なるほど、ちゃんと言えてるね。そう。で、まあ次行くと、まあセイバーぐらいか見ていくと、まあこんな感じかな。ほう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 。モーさんの方がいいな。そうそうそう。一応ね、モーさんも。あ、最悪か、青セイバーも普通にいるんですね。青セイバーいる、そう。青さんも。青さん。これあれだもん、星5、交換の。どうしよう。俺持ってなかったから、そう。あ、それで交換したのか。そうそう、それで、そう。交換したよ。そうなんだ。そう。って感じかな、セイバー。あとは何なのね。あ、オデュもエウロペも持ってんだね。そう、オデュも、そう、エウロペも、そう、持ってるね、俺はそう。あ、ライネスいるね。ライネスもいる。一応ね、サポートは全部いんだよね。あ、いるんだ、全部。すごい。全部はすごいな。そう、マーリンいて、キャストリアいて、スカリーいて、まあ、孔明いて、ライネスもいる。まあ、次に卵とかもいる、ね。そう。って感じかな。抑えてるね、ちゃんと。行くべきとか抑えるから。抑えてるね、そう、うん。そう。って感じかな、そう。だからそう、一応サポートは全部、はい、揃ってますね。って感じですね。すキャスターとかと。で、まあ、この辺から見て、アサシンとか。そう、アサシンから、まあ、エクストラクラスまではこんな感じなんですけど。ああ、いいな。アサシンいいね。いっぱいいるな。ああ、さりげなく普通にあれだね。なんだっけ。四天王寺？四天王寺か。四天王寺いいよね。いいなー、持ってんだ。一応持ってるね。1じゃないとか、分かんないけど、確か。なぜだろう。あれ、ユウキさん、ジナコ欲しいとか言ってなかった？ジナコ欲しい。無敵つくキャラとか好き。あなるほどね。あとプニプニのお腹が好き。マジで、うん、プニプニのプニプニの。あ、ゴッホもいいな。ゴッホね。なんかね、そう、去年渋ったんだよ。悩んだんだよね。ほんと、やっときゃよかったなと思うわ、今してもらえば。ヒミコもやっぱいいなと思っちゃったもん、あの後、結局。俺そう、改めてヒミコめっちゃ今欲しい。うん、俺、だから次来たら多分何かしらやるわ。うん、そう、ヒミコもいるね、一応そう。ヒミコ、ゴッホね、そう。そう。で、まあこんな感じで。そうで星4とか行くとボイジャーも持ってるの？あ、ボイジャー持ってるよ俺。ボイジャー持ってるんだ。そう、ボイジャーも持ってる。ボイジャーあれなの、ツナさんのね、ツナさんを1枚1人でもずっと回したらなんか4になってたっていうそう違うっつって、うん、俺はツナさんが欲しかったんだ。それでもすごいよ、やっぱすげえな、抑えてるとこやっぱ全部抑えてるから、まあそのツナさんもいるしね。そう
星4、ね、そうだね、つなさんね。星4もね、なかなか全然多いなぁ。まあ、ここら辺がセイバーとかね、星4の。でも、槍の星4は俺ね、大体揃ってたはず、確か。すごっ。うん。この俺、最終サイリニオンを見慣れてないからさ、わからないんだよね。これ誰、うん、これ一番左の。あー、こいつか。こいつあれ、これ、マルキュー。そう。3体選べるっていう男感が出てるやつが、そうそうそうって感じかな。槍だとそういい感じです、うん、そうで、まあ次ここら辺かな。あ、ま、ゆうきさんこれ持ってないじゃないですか。やめてあ、水着の紫七分ね。ゆうきさんが欲しかった、うん、まあみんな欲しいよね、うん、みんな水着式部さん欲しいよね、うん、欲しいね。こんな大胆な格好しないからね。そうだね、なんか怒りが湧いてきた。やめて、人の見て怒り湧くの。そうそうそう。で次がまあ札あたりからいくとこんな感じかな。スクロール長えな。長いんだな。耐えるな。そう、まあこんな感じかな。中段あたりからバーサーカー。そうで、保守のバーサーカーは結構使うね、集会とかで。あの楽だから全体バーサーカーの、うん、この方誰。で水着ブルンヒルデ。あ、ブルンヒルデ。そうそうそう、これも全体だから、うん、そうバッサーで、はいはいはい、結構使ったりする感じかな。すみません、あと一つだけ、このアサシンは誰、うん、この左の。あ、それ水着のね、ニトクリス。あ、ニトクリスだ。そう、こいつはいるんだ、アサシン。あ、いる。あの水攻めにしてくるやつ。そう、フォーグがね、フォーグエースがそういうやつなんですけど。そう、そう、って感じかな。で、まあ、あとはこんな感じ。いやー、いいなー。あ、ほん、あ、そうそうそう、うん、でもやっぱあれだね、あのさっきメートリリス星5回いないって言ったけど、そう、じゃあディップちゃんはいるんだね。そう、ディップはいるんだけどね。そう、ディップはいるんだけど、そう、メートリリスいないんだよね。そう、まあビビはそうか。そうで、まああとは本当にもう星3、星2、星1って感じだね、そこはね、うん、あー、そう、いやすごいね、やっぱここまで、うん、まあこんな感じかな、やってる人がいると全然違うね。確かに、うん、まあ所持数ももちろん違うし。確かにそれは違うね、うん、どのタイミングで回したかとか分かるよね、大体ね、うん、そう、うん、お金がちょっとね。そこ関わってくるよね。そう、よく分かんない。総価金額とかどんぐらいだっけ。総価金額知らない。まあ考えちゃいけない。考えちゃ知らない。俺本当分かんない。それは悪かった。まあ今見てもらったように3人の手持ちのさ、まあ主に星5星4なんですけど、手持ちはこんな感じですね。はい。いや本当ね、まあいろんな FGO ユーザーもいらっしゃいますけど、はい、星いいキャラがいた時に本当に引いた方がいいかなってね。確かに見直すと余計思うよね。まあまあ。なんでまあ限定とかね、いろいろあるから、なかなかピックアップ、再ピックアップがされないから、欲しい時に本当に回した方がいいと思います。はい、ということで今回はこういう感じで、紹介いたしました。また次回もね、何かありましたらやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。面白いと思った方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもどんどん書いていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。